成のアイリン地区になんかそういうね激安で泊まれるとこあるんでちょっと行ってみようかなと思って今ちょっと来てんですけど。何時までですか？朝の9時になります。あ、今からの9時。保証金っていうかその前金っていうかその鍵料金みたいな1000円取られるんですけど、まあそれを引いたら実質上1600円で泊まれるという。10分以内でお願いします。これですね、すっごい真っ暗、真っ暗だね、すごい明るいんですよ。でもこのめちゃめちゃちょっとすごい曇りな感じなんですよね。ほんとお日様が照るぐらいに。はい、おはようございます。というわけでこれからね西成に行こうかと思います。もう時刻はね5時を回って5時30分ぐらいなんですけど、西成のアイリン地区になんかそういうね激安で泊まれるとこあるんでちょっと行ってみようかなと思って今ちょっと来てんですけど、やっぱ人いないですね。なんか岡山レベルで空いてますね。ナンバープレートがついてないですね。やってんの？お、いや、ここじゃないけど。ちゃうよね、でも絶対。空きってあります？一泊で大丈夫ですか？そうですね、はい、何時までですかね？朝の9時になります。あ、今からの9時ってことですか？明日の9時で。あ、明日の9時、あ、はい、じゃあ日にち過ぎて9時って、はい、あ、わかりました、すみません、はい、ありがとうございます。新さん、大浴場。新さん。なんやこれ。ほか。おお、はい、というわけで、西成のホテルに来ました。とりあえずこんな感じですね。換気扇がついとるみたいですね。換気扇ちゃんとついて、エアコンもちゃんとついてて、で、冷蔵庫もで、テレビいう感じですね。これで、まあその保証金っていうかその前金っていうかその鍵料金みたいな1000円取られるんですけど、まあそれを引いたら実質上1600円で泊まれるという。で、朝の9時だから、今日の9時じゃなくてその日にちを超えた9時ですね。だからまだ24時間以上あるということですね。で、この状態で1600円ということで、かなり破格な値段ということですね。これマジやばいと。
あるんですよね。何のためのイヤホンなんだという感じで、まあ、こういう感じで西成の1600円のフリー Wi-Fi フリースポットということで、これ自由にね、つながるということで、かなり便利な感じで。はい。というわけでね、その、テレビなんですけど、まあなんかその、普通のテレビも見えるみたいなんですけど、ちょっとね、成人向けのビデオも見れたり、ビデオというかテレビも見れたりとか、いう感じ。なんて今待っとる。あ、そうなんじゃ。スリッパどこや。あ、すいません。開いてるやん。鍵かけなくても開いてる。こんな感じっすね。とりあえず、まあ、バスタオルとか含め、今日も普通にお風呂っていうか自分 そのアパートみたいな感じのですね。ちょっと、よいしょ。で、お一人様20分以内にお願いしますけど、これですね。時間くくりがあるみたいですね。すごい気になったんですけど、モイルは、今の時間が12時ぐらいなんですけど、さっきね、外出てみたんですけど、すっごい真っ暗、ああ真っ暗だね、すごい明るいんですよ。でも、この部屋から見たら、めちゃめちゃちょっと、すごい曇りな感じなんですよね。ほんと、お日様が照れるぐらい明るいんですよ。まあ、この窓のガラスなのかなと思ったんですけど、そういうわけじゃなくて、結構ね、上、あれですかね、上がすごい高すぎて、日差しが入ってこないような感じなんですよね。はい。だから、なんかその真っ暗みたいな感じになってます。はい、皆さんありがとうございました。はい、というわけでね、今回は、西成愛林地区にある、激安、1600年泊まれるホテル、なおかつ朝5時にチェックインできるホテルに、行ってきました。で、この場所なんですが、その西成警察署の目の前にあるということで、比較的見つけやすい場所かなと思います。はい。さらにね、今回ちょっと載せてないんですが、シャワーの、24時間シャワーの他に、大浴場というのがあるんですよね。ま、これは、お昼の13時から、21時までですね。これは男性に限っての時間で、でそこから、21時半から、23時までが女性の時間となってます。でこれね、入ってみたんですが、本当にね、銭湯のような感じで、でバブルが出る場所ですね。あ、温泉ですね。で広さ的にはだいたい5メートルぐらいのお風呂があって、でそのお風呂の目の前に、まあ、入る入り口ですね。あ、入り口入ったら、両サイドに、体を洗う場所がありますね。まあ、ボディーソープと石鹸はちゃんとついてますね。はい。で、まあ、一番気になるのが、その、大浴場の、荷物置き場なんですけど、ロッカーはありません。というわけで、貴重品はね、お部屋の中に置いておいたらいいかなと思います。はい。っていうような感じで、で、また、あと一番気になってるのが、お客さんどんな感じなんだということだと思うんですけど、まあ、普通の、観光客のような方が多かったですね。なんか、ちょっと変わった方とか、そういうのは、いなかったんですけど、まあ、基本的に、その、観光客とか外国人とか、ということですよね。まあ、警察署も目の前にあるんで、比較的治安はいいかなと思います。はい。というわけでね、今回このような感じだったんで、またね、時間があるとき皆さん行ってみてください。それではスピチュームの魔法、2020年もよろしくお願いします。
それでは失礼します。はい、フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。